も、ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ウプ主が乗っている WRX で気になってたところがあるのよ。まあ、ウプ主自体も機能を全く理解できていないところなんて、めっちゃあるからな。いつも勉強するする詐欺だし。それでどこが気になるんだ？その気になるところがこれなのよ。なんだかよくわからないけれど、過去いじれて面白いのよこれ。暇つぶし用のおもちゃかしら？バカ。それはドライバーズコントロールセンターデフだ。通称、DCCD と呼ばれている、前輪と後輪のトルク配分を変える機能だぜ。デブ、失礼しちゃうわね。私そんなにデブじゃないわよ。それはデブ。私が言ってるのはデフだぜ。そしたら今回は、このスバル車に搭載されている、DCCD の実例について、実際動画を参照しながら説明するぜ。あら、実際にどのような挙動するのか見れるのね。楽しみ楽しみ。それでは、ゆっくりしていってね。先ほども言ったが、DCCD はスバル車についてる機能だ。まず動画を見てもらう前に、まんじゅう霊夢でもわかるように簡単に説明をするぜ。特に、スバル車の中でも WRX をはじめ、一部の車にしか搭載されていない装備が、DCCD こと、ドライバーズコントロールセンターデフだ。たまーに、聞いたことがあったけど、DC って言ったらドリームキャストの略語かと思ったわ。その発想に至る方がレアだと思うぜ。これまで、歴代 WRX の進化と共に歩んできたこの装備。機能としては、前輪と後輪の回転差を固定できるんだ。言ってることはわかるけど、それをすることでなんか実利はあるのかしら？まあ、文字面だけを捉えると、わかるようでわからないよな。じゃあここで、実例を交えて紹介するぜ。まず話さないといけないのは、車の基本的な原理についてだ。車は当然、4つのタイヤが動いて進むよな。そうね、じゃないと2輪とか3輪バイクになっちゃうもんね。そうだぜ。そのタイヤは、実はそれぞれ回転数が異なるの知ってたか霊夢？え、あれって同じ回転数じゃないの？違うんだぜ。わかりやすい例えだと、カーブを思い浮かべてほしい。曲がるときって内側と外側の辿る軌跡って、距離は同じだと思うか？バカにしないでよマリサ。そんなの違うに決まってるわ。内側の方が短くて外側の方が長いに決まってる。そうだな。外側は内側に追いつかないといけないから。その分タイヤの回転数を上げて、内側のタイヤに追いつかないといけない。つまり、それが左右で回転差が生まれる原因なんだ。言われてみればそうね。ってことは、車ってのは状況に応じてタイヤの回転数を上げる機能が備わってるのね。そうだ。それがディファレンシャルギア、通称デフと呼ばれる装置だ。ざっくり言うと、こいつのおかげで直進の時は左右均等に同じ力を与え進んで、カーブの時は外側を速くし内側を遅くしてスムーズに曲がる。なんだか難しいわね。まんじゅうの私の頭じゃ処理しきれないよ。でもおかしいわね。今回の話はデフはデフでも、センターデフってやつでしょ？それはディファレンシャルギアとはまた別物なのかしら？おう、まんじゅう霊夢のくせに勘がいいな。その通りだ。デフの前後番がセンターデフって考えで大丈夫だ。左右じゃなく前後？四輪駆動だと前後の回転数も考えないといけないのね。そうなんだぜ。センターデフも四駆にとって便利な機能だが、時として悪さをするんだ。どんな時かわかるか、まんじゅう霊夢。そうね。悪さって時は、大抵して欲しくない時にその機能が働いた時よね。そう、パソコンのウイルスソフトが正常なアプリもウイルス扱いしたり。その回答はなんだか、体験談っぽいが概ねそんな感じだ。ただ、センターデフの悪さってのは悪路を走ってる時によく起きるんだ。例えば、後輪がぬかるみや雪でスタックした時を思い出してほしい。あ、ウプ主が調子こいて砂浜でスタックした時の話とかね。まさにそれだ。その時だが、後輪はスタックしているから空転しまくりだよな。それなら、まだ設置している前輪にパワーを集中すればいいと思う。しかし、残念ながらセンターデフのせいで、前輪ではなく後輪にパワーが集中しちまうんだ。なるほど、それがセンターデフの悪さってことね。それじゃあ、それを解決してくれるのが、冒頭話が出た DCCD ってことね。待たせたな。惜しい。この悪さを抑える機能としては、LSD。通称リミットスリップデフがあるんだ。引きすぎてしまうデフの機能を、限定的に制限してくれる便利機能だ。デフを制限するってことは、タイヤの回転差を調整しないってことか。なんだか、最初は回転差をつけようってところから始まって、次はそれを制限しようって、本末転倒な感じね。まあ、なんとなくわかるが、世の中のテクノロジーなんてそんなものばかりだぜ。機械は人間と違って、指示にはどこまでも忠実にやりすぎちゃうから、過剰になったところを制御するものはどうしても必要なんだ。話を戻すが、冒頭話した DCCD というのは、LSD をさらに制御したものだ。正確には、LSD のかかり具合をドライバーが任意に調整できるって言えばいいのかな？
なるほど。運転慣れしている人には、LSD の効き具合を調整できるのはきっとメリットがあるのでしょうね。私には全く、どこら辺にメリットがあるのかわからないけど、機械に任せとけばいいと思うのよ。確かにメリットがあるから、DCCD なんていうさらに管理する機能があるわけだ。LSD は確かに便利な機能ではあるんだが、どうしてもコーナリングの邪魔をしちゃうんだ。もともと、デフは曲がる時に便利な機能だったのに、それに制限をかけるんだから、そりゃそうだろって話だが。つまり、臨機応変にデフも LSD もいいとこ取りしないといけないってことね。そんな夢のような装置が。そう、DCCD なんだ。これをボタン一つで切り替えられるから、誰でも簡単に使えちゃうんだな。めっちゃ便利ね。まさにかゆいところに手が届くって感じね。例えばトルク配分を前輪に回せば、直進が安定する反面コーナーでは曲がりにくい。後輪側にトルクを回せば、コーナーは安定するけど、直進は不安定に。みたいな感じで、ケースバイケースの特性に切り替えが可能だ。臨機応変に路面状況やシチュエーションで変えられるのはメリットね、ほんと。スバルはもともと、ラリーの世界で頑張ってきている会社だからな。悪路を走る際に起こりうるシチュエーションへのノウハウが高いんだ。その時の経験と技術の結晶が DCCD になり、今でも WRX を中心に機能が付与されてるぜ。そんなすごい技術スバルだけで持ってるの？それとも同じような技術が他でも？そうだな、同じラリーの世界に身を置いていた三菱のランエゴだったり、今でも現役で活躍しているラリー車の GR ヤリスなんかは、DCCD のように前後のトルクを調整する機能がついているぞ。ラリー車に基本的についてるってことは、いかに路面状況等でフレキシブルに性能を変えられるのが強みってのがわかるわね。ちなみにウプ主が乗っている WRX のベースは前後が41:59。デフォルトでは後輪よりのセッティングだぜ。とまあここまでが、DCCD の基本的な解説になるぜ。簡単に話したけど、意外とかかっちまったな。霊夢ちゃんこれでも半分くらいしか理解できてないわ。中身のあんこが出てきちゃいそう。お前、中身あんこだったのか。さて、本題の DCCD の効き具合を見ていこうか。今回は、ローラーを使った比較動画があったのでそれを見ていこう。DCCD を自動制御したオートと、センターデフを直結状態のロックで、動作テストをしていたぜ。疑似的に悪路を再現してるってことなのかしらね。それじゃあ早速見ていこう。どうぞ。どうだったまんじゅう霊夢？比較は結構明確に差が出て面白かったろう。そうね。迫力があってついつい見入っちゃったわ。見てるだけで焦げ臭い匂いを感じそう。でも気になるのは、ロックもオートもそんなに変わらなかったけれども、ロックの方がバックでの脱出がなかなかできてなかったわね。オートの方がすんなり、ローラーから抜けられてたような印象ね。そこんとこは、ウプ主も素人だからよくわかってなかったぜ。この動画を見ている皆様の中で、有識者の方はぜひともコメントで補足よろしくだ。ただ一つ言えることは、過信は禁物ってことね。性能以上のパフォーマンスは出ないものね。そうだな。いくら DCCD が良くても、無理な場合は無理なんだから過信は禁物だ。というわけで、今回はスバル車に備え付けられてる DCCD の話でした。なんとなくだけど、DCCD の使い分けは分かったわ。こんな感じで、このチャンネルではスバルの話とか、ウプ主の愛車である、WRX の車載動画とかをアップしているので、ぜひ、スバルが好きな人はチャンネル登録という形で繋がれることができたら幸いだぜ。あと、評価ボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。